なるほど、うん、そういうことだったんですね。10月2日に秋葉原 UDX とベルサール秋葉原で行われる、うん、電撃文庫秋の祭典2011より、チャリティーグッズのメモパッドを販売するということらしいんですけれども、なるほど、あ、これなんですね。あ、サーヤのサンプルが今、はい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 、来ました。イラストと、あ、かわいい。あとこれは、あ、猫人間先生ですね。猫人間先生は、うん、コメントになってるんですね。その他にもなんと300名を超える電撃にゆかりのある作家さん、イラストレーターさんが参加されているということです。すごい豪華な、はい、作りになっておりますので、うん、電撃文庫秋の祭典2011、はい、ここで、チャリティーメモパッドが販売されるということなの です、ね、はい、よろしくお願いします。お願いします。あれ、うん、秋電撃文庫秋そっか、もう秋かついにこのキーワードが今年も出ちゃいましたね。ということで今年で3年目になりますが、秋の夜長でおなじみ夜長くんに電話したいと思います。おなじみおなじみ、いや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 、秋っていう単語が出てきちゃったらね、そうですね、もう電話するしかないんでね。いやー、もうぶっちゃけね、はい、夜長くんもね、ぼちぼちなんじゃないかと。そうですね、3年目ですからね。やつはもう3年目なんで、いい加減スタジオに呼ばれるんじゃないかっていうふうに思ってる節もあるんで。なるほど。呼びません。そんなわけあるかいっていう。電話です。電話です。はい。ちょっと電話してみましょうかね。早速してみますか、行ってますか。はい。もしもし。もしもし、はい。どうもどうも、ディアガールストーリーズです。ディアガールストーリーズだよ。あ、やってまいりましたね。はい、そうなんですよ。今大丈夫？今大丈夫？大丈夫です。大丈夫？あ、うん、そうですね、はい。なんとですね、もうすぐですね、はい、夜長くんも出てくれたあの、イベントの DVD が発売になるんですよ。あ、おめでとうございます。ありがとうね。まあね、イベントにね、夜長くんが参加してくれたおかげですっごい盛り上がったんじゃないですか。そうだよ。いや、もう本当ありがとうございます。いやいや、でもありがとうございます。でもどうでした？もうしばらく経ちますけれども、イベント参加してみて。はい、いや、ドキドキでしたよ。なんか始まるまではずっとどうしようかと思ってましたけど。うん。参加できたらできたらちょっと面白かったです、やっぱり。ああ、でもそういう風に言ってくれるとやっぱ嬉しいね。そうですね。僕らもなんか、生きてくれて。で、その僕らが作ったところにね、こう参加してくれたっていうのはすごく嬉しいですよね。はい、おめでとう。ね、逆に大丈夫だったかなと。いやいやいや、もう素晴らしかったですよ。しかもね、沖合さんと二人でね、衣装揃えてくれて、しかもまあ沖合さんの自前のね、自前のね、キラキラをね、そうキラキラをね、二人でしてくれて、ポーズまで考えてくれてね。夜長くんかっこよかったよ、本当。マジで。何言ってんすか、女の方が得意じゃないですか。いや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 、夜長くんの方がかっこよかった。いやいやいや、あの瞬間ね、やっぱり夜長くん相当輝いてましたからね。ありがとうね。怖いです。この褒められた後なん怖い。いやいや、本当普通に何度も本当に感謝の電話ですよ、これ。そうだ、本当にね。DVD が発売するタイミングっていうことなので、やっぱりここはね、夜長くんに今話聞きたいなと思ってお電話したんですけれども。うん、じゃあですね。はいはい。もうせっかくだから、うん、夜長くんから、はい、DVD が売れるような宣伝を、秋のダジャレを交えて、お願いします。DVD が売れる。お願いします。誰ですか？はい。DVD、あ、わかりました。ヨナ君も参加した DVD の、こう、売り上げが上がっちゃうような宣伝をですね、秋のダジャレを交えて。だんだんとちょっとレベルが上がってきてる気がするんで、はい、わかりました。やって。ね、お願いします。お願いします。DVD をぜひお手に取って、皆さん一緒に BGS ファミリーになりましょう。そして唐突なんだけどさ、俺さ、お前のことめっちゃ好きやねん。ありがとうね。バイバーイ。バイバーイ。ああ、なるほどね。ちょっとどうですか、今。ねえ。全然、だって宣伝と関係ないですもんね。ねえ。用意をしてたの、ね、あれ言いたかっただけな感じしますね、ちょっとね。ちょっともう一回電話しましょう。もう一回しましょう、もう一回しましょう。ちょっともう一回電話しましょう。もしもし。あ、もしもし。もしもし。ユナ君。はい。
さっきのギャグなんだけれど、はいはい、ダジャレなんだけど、ちょっとごめん、OK が出なかったんですよ。いや、すごく良かったね。すごく良かった。すごく良かったんだけど。北野くん的にはすごい面白かったんだけど、ちょっとスタッフがちょっとなんかいまいちっていうことで、うん、で、ちょっと申し訳ないんだけど、もう一回途中から、編集をするので、秋、うん、のダジャレのとこだけね、変えてくれるだけでいいんで、それまで編集うまくして、使えるっていうことなので、秋のダジャレのところだけを、ちょっと変えて、もうワンパターン、もらってもいいかな。わかりました。ごめんね。行くよ。はい、大丈夫、はい。はい。いやー、でもね、本当にイベント参加してくれてね、本当にね、盛り上がってね、ありがとうね、うなくんね。すごいかっこよかったよ。本当素晴らしかったですよ。かっこよ、キラキラしてた。じゃあ、そんな与那くんからね。何でしょうか。DVD が売れるような宣伝を、秋のダジャレを交えて、ああ、お願いします。わかんない。でも、いや、じゃあ、はい。最近さ、夜になると、ちょっと、肌寒くないですか？おー、寒っ。みんなは、GS の DVD を見て、熱くなれよ。ありがとうね、バイバーイ。バイバイ。なるほど、来ましたね。考えてたな。これ温めてたやつですね。あいつが温めてた。あいつ考えてたな。オータムか。なるほどね。なるほどね。熱くなれよと、熱いメッセージがね。結構マジな雰囲気出してあいつに電話したんだけどな。あいつ用意してたな、やっぱりな。そうですね。でも、もう一回かけたら。一回ですか。小野さんも悪い顔しましたね。もう一回かけたら。もう一回かけちゃいますか。さすがにね。ちょっともう一回 NG だったって手でかけましょう、じゃあ。うんうんうん、はい。じゃあ、かけます。もしもし。もしもし。ごめんごめんごめん。すっごい面白かったんだけど、やっぱりちょっといまいち宣伝と絡んでなくねっていう風に、プロデューサーがどうしても言うんですよ。そうなんだ。俺たちもなんですよ。いや、もう僕とか作家も今すごい、スタジオ内はもう温まったんだけど、なんかもう一つぐらいあるんじゃねっていう風に、完全にちょっと、いや、無理だよ、無理だよって言ったんだよ。そうですね。なんだけど、ちょっと、さっきと全く同じになるんだけれども、秋のダジャレだけ、ちょっと、テイク3っていうことでやらせてもらって、うまいこと編集で繋ぐ。編集できる、編集できるから。うん。なるほど。そうですね。だから、ちょっとそこだけもう一回やっても大丈夫。リベンジ。あ、なるほどね。わかります。大丈夫？本当に？ああ。胃が痛いですけど、大丈夫？うん。はい。ありがとう。ごめんね、本当にごめんね。うん、ごめん、本当に。頑張る、頑張ります。じゃあすみません。じゃあ、またさっきみたいに、じゃあっていうことで切り返すんで、さっきのテンションでお願いしますね。はい。はい、はい、大丈夫です。はい。はい、ということでね、まあ、イベント参加してくれてね、すっごい盛り上がったんですけれどもね。本当ね、まあ、そんな盛り上げてくれた、与那くんから、はい、何でしょうか。DVD が売れるような宣伝を、危ないデカのモノマネで、お願いします。ウェイクアップ。ありがとうございます。また来年。バイバイ。ウェイクアップって言ったんだ今。ウェイクアップ。与那くんいいやつだな。あいつ。与那くんはすげえポテンシャル半端ない。ポテンシャル決めてんな。そのうち呼ぶかんね、与那くんね。本当にありがとう。呼びましょうね。また来年。